どれぐらいの覚醒剤を売ったって。もう100キロ200キロ売りましたよ。200キロの覚醒剤を大阪で売りさばいた。逮捕歴20、総服役年数30。そんな男が今取り組むこと。一緒にやめようなって、俺も一緒にやめるから頑張っていこう。覚醒剤の元締めだった男が作った覚醒剤からの更生支援団体。おめでとうございました。ありがとうございます。お前ら絶対変わるよ。あんたの人に変わってほしい。俺はそれを見届けたよ。40年にわたり悪事に手を染めた男の懺悔。オフレコのカメラが男の償いと覚醒剤中毒者の闇を追った。大阪西成。かつてここは覚醒剤の一大供給源という顔も持ち合わせていた。ちょっと待ってくださいね。試合があるから。北貫正明、74歳。覚醒剤の密売を取り仕切っていたこの男にとって、西成はいわばホームグラウンド。顔なじみの男たちが今もあちらこちらにいる。北貫さんと会うって言ったから頑張るように言ってください。ありがとう。今の方はどういう人だろう。昔ここらの偉い人やったの。いやここでね、博打やっとった人だよ。バンバン博打を、あの路上博打ね。北貫はここ西成で暴力団の組長として多くの構成員を従い活動していた。自動販売機など西成の権利。お前逮捕状出てんや。なんで？覚醒剤をな、1万円で売ったいう罪や。それで今逮捕する。西成ではかつて路上の屋台を隠れ蓑にした覚醒剤の密売事件が摘発されたこともある。うわ、おまだ出てくるよ。どっさり警察と密売グループの戦いは連日至る所で繰り広げられている。ここでみんな覚醒剤を売っとったところ非常に売れたったんちゃうかな。3か所ぐらいあったからね。北貫曰く最近の西成は監視カメラの効果もあってか密売人の姿は確実に減っているという。しかしあそこはうっさんほうがええやろ。具体的にはどんなあたり。あの今立っとるあたりね。あれ、どういう場所なんですか。あそこはあのやっぱりおるんですよ、商売人。だって警察の真横ですよ。真横もそう、それはかもてませんよ。カメラいっぱいあるけど。西成では今でも商売人たちが悪の快楽へと手招きにして、金儲けのために西成を覚醒剤漬けにしていた貴様。21度の逮捕、合計30年の服役を経て、現在覚醒剤密売で得た経験をもとに作家活動を行っている。その貴様が西成で今取り組んでいるのは薬物中毒に苦しむ人たちの更生支援だ。こんなつまらんことやめろよとね、俺たち一緒にやろうと、酒でも飲んで楽しんどった方が前人生楽しいぞということを教えたかったからこの町に来たんですよ。そうして2015年に設立したのが薬物更生支援団体日本ダルマ塾だ。貴様のネームバリューもあって瞬く間に加入者が集まった。このダルマ塾の集会な、総会に月に1回だけここに来るだけでも絆は強まってるからな。そうやろ。ダルマ塾で行うのは月1回の総会のみ。そこで顔と顔を突き合わせている。あくまで覚醒剤中毒者のやめたいという気持ちに委ねる。しかしある意味この緩い規律があだとなることも。わしは会長、塾長というのがおったのよ。
その塾長が覚醒剤売ったりしたらダメでしょ。だからお前がおったらあかんからもうやめろってやめさせたら。久貫の部下であっただるま塾の塾長が塾生たちに覚醒剤を売っていたのだ。久貫は去年彼らを破門にした。おい、どこ行くや。おい、だるま塾どうやお前、黙らなあかんや。部屋だるま塾入ってた。あ、部屋、うん、破門にしたメンバーとは生活圏が近いため頻繁に顔を合わせる。彼らが木佐貫の元に戻ってくることはないが、一方で新たに木佐貫の元にやってくる者も。僕出てきてね、もうすでに借りてくれとったんですよ。迎えに、代表が迎えに来てくれて。ああ、なるほど。68歳になる文さんは半年前に刑務所を出てだるま塾に入った新しいメンバーだ。これまで覚醒剤などで12回刑務所に入っている。何がこう魅力というか、魔力というんですかね。やっぱりね、やっぱり覚醒剤イコールやっぱり女になりますわね。どうしてもわーっとしますわね。体が軽くなったようにね、軽くなったような気がして、やっぱ性欲は出ますわね。木佐貫のサポートもあり、出所後の半年間は一度も覚醒剤に手を出していないという文さん。しかし今ある後遺症に悩まされている。はい、睡眠薬はこれ飲まな自分は寝れんのですよ。覚醒剤中毒者は眠れないことも。それが続くと覚醒剤を使用した時と同じ状態のフラッシュバックに陥ることもある。中には再び薬物に手を出す者もいる。文さんは今その恐怖と戦っている。1月の早朝、木佐貫のだるま塾ではこの日新たな仲間を迎えることになっていた。います。横浜出身の鉄筋工健二さん48歳。彼の妻が今日刑期を終え出所するのだ。今日はどうですか。やっぱり今日はやっぱりウキウキしてます。はい、彼自身も長年覚醒剤に振り回された人生だった。友達ん家行って友達がやってんでやってて、でやってみないって言われてやった感じですね。ある日、はい、俺はハマらないだろうと思って続けてましたね。妻と子供もいたが何度も逮捕されるうちに離婚。覚醒剤の密売にも手を染めていった。自分合計で刑務所4回行ってますけど、4回です。はい、まあ、で出たり入ったりしてるうちにもうこんな生き方で人生終わりたくないと。5年前に知り合った現在の妻も覚醒剤の罪などで合わせて20年刑務所に入っている。2人でやり直そう。健二さんは妻が獄中にいる間にだるま塾のメンバーとなった。泣いてきたら自分もちょっとうるっときちゃいますね。いや、まあ、そらな、うん、そう、泣いてもええけど。いや、男たるとも男たるもの人前では泣きたくない。雨音が周囲を包む日曜の朝。あ、来ましたね。風借りてきとるやん、ね、それでお前、取ったやろ、キャリーバッグ。おめでとう、おめでとう。おめでとうございました。いや、ありがとうございます。ただいま出てきました。出てきました、ありがとうございます。健二さんの妻恵子さん50歳。彼女は塀の外に出た今希望に満ち溢れていた。今まで刑務所出てきてもサポートしてくれる人もいなくて、誰も待っててくれる人もいなくて、
友達もいない孤独で、それでまた悪い友達の方に走ってしまったんで、今回はこういうサポートがもう充実してるんで頑張ってみようと思って。気持ちを新たにする2人に木佐貫が独特の言い回しでエールを送る。みかん箱によ、さったみかんを一つ放り込んだら、みんな腐るから、な、覚醒剤、覚醒剤の世界、それなんかは、本当そうなんだ、誘惑に負けない、それをどれだけ我慢できるかの話やから、覚醒剤、お前ら絶対変わるよ、な、あんたたちに変わってほしい、俺はそれを見届けたよ。皆さん揃いましたので、はい、中町君の久しぶりの総会です。メンバーが入れ替わって初めての総会、出所間もない恵子さんが口を開いた。私たち夫婦は本当に大盆中で、もう薬がなくちゃいられないような生活だったんですよ。で、私が受刑することになって、いや、刑務所にいる時に夫が私が捕まったことで辞めてくれて、幸せの第一歩を踏み出したので、これからも頑張って皆さんとサポートの中構成していくので、よろしくお願いいたします。オフレコ取材班も彼らの幸せへの歩みをカメラに収めることにした。あ、すいません、お世話になってます。乳腺外科の方の、はい、お願いします。刑務所を出てからおよそ1ヶ月、実は恵子さん服役中に乳がんの摘出手術を受けていた。今から来ていただいて大丈夫？あ、大丈夫ですか？　はい　　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 !=　　　　　　　　　└　└　└　└　└　└　└　└　└className     　└覚醒剤の他に乳がんとも戦っていたのだ。　　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 恵子さんが覚醒剤に手を出したのは15歳の時だった。私はいじめられる側だったけど、強くなろうと思って、そんで不良の道に入っていじめられなくなったんですよ。優しくしてくれた地元の不良に教えられた覚醒剤、まもなく50歳の体はその魔物にどっぷりと使っていた。すごい疲れた。血液の結果とかどうだったの？異常ないっていうことで、はい、よかったです。恵子さんが覚醒剤をやめたい理由、それは夫健二さんと描くこれから先の生活にあった。焼き鳥屋ね、やりたい、居酒屋をね、二人でね、うちらもべったり一緒にいるのが好きなんですよ。だから一緒の職場っていいでしょう。覚醒剤を断つことで見えた新しい景色。今はもう夫のことを大事にしたい、あと幸せになりたい、そろそろ50歳にして、で最後にね、死んだ時に泣いて、少しね、泣いてくれる人がいるようなね、そのぐらい努力したいなと思って。それから2ヶ月後、我々は予想だにしなかった現実に直面する。草抜きがオフレコ取材班を自宅へ招き入れた。はい、申し訳ない。最近来てないね。1ヶ月か。もう1ヶ月来てないかな。草抜きが期待を寄せていた健二さん、恵子さん夫婦と連絡が取れなくなっていた。このあれからかな、ご飯食べに連れて行って。どないしてんねんやったら、まあ、落ち込んどるよ、なんかやめろよと、やめろよと。
やめろってのは何を覚醒剤やめろよと。またやってらっしゃった見たらわかるからやってたんですか。うん、やってたね。些細な変化を察した木佐貫が夫婦をたしなめた。その日以来1ヶ月顔を合わせていないという。木佐貫のもとには夫婦からのメールが届いていた。今の自分たちは会長が予想した通りどん底です。もう少し自分たちで立て直さなければと、とても皆さんに会うことはできません。うん、もうきっかけは分かるよ。女やな。女が好きなんや。奥様これがな、うん、男は引きずられとる。彼らが本当に覚醒剤を使ったかどうかは分からない。ただ木佐貫は恵子さんが賢治さんを巻き込んで再び覚醒剤の沼に戻ったと見ている。二人に会って説得できないか。木佐貫は賢治さんと恵子さんが住むマンションへ向かった。あ、メーター回ってるな。郵便受けが接着剤で止められ、家の中が見られないようになっていた。覚醒剤を乱用すると人間不信に陥り、こうした行動に出ることが多いのを木佐貫は知っていた。だから一口でね、薬物はどうのこうのって言うてはるけど根が深いんですよ。だからこれをわしは日夜戦ってる。毎日戦ってる。この取材の後、私たちのもとに賢治さんからメールが届いた。これから先の人生を本気で考えて、二人で新しい道を進んでいくことを決めました。夫婦揃って笑って生きていきたい。このメールを最後に二人とは連絡が取れなくなった。覚醒剤の密売を仕切っていた木佐貫、多くの人たちの幸せを奪った償いの気持ちを今改めて感じている。金だけも儲かったらええやと思う気持ちでやってたけどね、今はね、なんとアホなことだから、自分の今度は下の人間をね、そういうふうに育ててね、わしが死んだらそういう人たちが一生懸命やってくれたらもうそれでいいですよ。自分の蒔いた悪魔の種一つずつで刈り取りたい。74歳の木佐貫が自らに課した最後の務めだ。